苦い味のものは修練する働きがあるので体を引き締めるのにはいいですが組織に水が足りない時には甘酸っぱいものやうまみがあるものを使い潤します喉が渇くとお茶を飲み喉の渇きを癒します喉の渇きを感知する細胞をギュッと引き締めて症状を緩和しますから喉が渇いた時ぐらいの症状であればお茶でもいいですが。 熱中症や下痢をして脱水の時はスポーツ飲料を飲みます下に歯型がついたりまぶたがむくんでいる時は体がむくんでいると思っていいです水分が過剰になっておりくぼんでいる時は組織に水が足りません間違って使うと症状が悪化しますので見極める必要があります 例えば、頭痛が起こっているとします。体を循環しているリンパ液が不足して老廃物が組織にたまることにより起こりますまたはむくむことによって組織を圧迫して老廃物が組織にたまることがあります対処としては組織を潤すか老廃物を解毒します薬の業界では補いたい時は スクワレンを使いリンパ液を充実し修練には胃腸バーエキスをよく使います同じ症状でも原因によって飲むといいものが違います苦い味の漢方は年配者の夜間の頻尿にいいです年配の人の夜間の頻尿はふくらはぎに余分な水分がたまり起こることが多いです起きている間に ふくらはぎに水分が溜まっていますが横になり水分が全身に循環することで何回もおしっこに行きたくなりますだから苦いもので修練させたらいいのです。